というわけで、今日の放送はですね、心配事ってぶっちゃけどれぐらい起きるのよってことをですね、調べてくれたっていうですね、ものになります。これロバート・リーヒーさんって方がですね、調べて、くれたんですけど、実際にですね、その参加者の被験者の人たちを集めて、どんな心配事をどれぐらいですね、考えてしまうのかっていうことと、その心配事が実際に起きたのかどうかってことをですね、チェックして記録してもらうんですね。で、分析したというですね、面白い研究なんですけど、実際ですね、毎日のようにですね、何かの心配事をする人ってどれぐらいいるのっていうですね、ことからなんですけど、実はかなり、います。この研究では38%の人たちが、自分は毎日心配事としてるという風に言ってるんですね。だから毎日心配に苛まれてる人って全体の 40% もいるんですよ。毎日ですよ。そう、まあ、これは例えば1週間に1回とか2週間に1回とか月1とかスパンをですねもうちょっと広めれば、もっとたくさんの人が、まあ、おそらく ほとんど全ての人たちが何かしらの心配事を抱えてるんですけど、実際に 38% の人は毎日のように心配事をですね抱えてるわけですよ。これなかなか辛いですよね。で、ここから先ポイントです。その心配事がどれぐらいの確率で起きるのってことをですね、実際にこの調査でですね調べてみるとすごいんですよ。心配症の人が抱いた不安のうち 85% は実際に起きなかったんですね。で、さらに不安症な人はこう思うはずなんですね。 15% の確率でも心配してることが起きてしまったらどうしよう、そんなことになったらもう私は耐えられないって思う人いると思うんですけど、実際にですねこの不安がじゃあ現実になったとしましょう。この心配が現実になった場合でもなんと 79% の確率で自力で解決することができたんですね。他人の助けをかけたらもっと解決できるんですけど、自力で解決できる確率が 79% だから、つまりこれ単純計算すると皆さんが指揮している心配事のうち 85% は起こらず、実際起こるのは 15% で、この 15%の中でも 79% は自分の力でですね解決できるんですよ。だからつまり、自分で解決できない、他人の助けを借りて解決すれば別ですよ、自分で解決できないような心配事っていうのは自分が感じている心配事のうちの 3% ぐらいしか起きないんですよ。だからつまり逆に計算するとどういうことかというと、心配事の 97% は心配する意味がないんですね。なぜかというと起きないか自分の力でどうにかできるからってことなんですよ。で、実際残り 3% どうしようかと思ったら、そしたらその時に素直に人の助けを借りればいいわけですよね。そうっていう風に考えると、実際にですねどうしようもないような自分では解決できないような心配事ってのは 3% 以下だし、他人の力を借りてですね解決できない心配事ってのはもっと少なくなるわけですよ。だから心配ってそもそもする意味がないんじゃないと。で、もちろん準備とか大事ですよ。準備とか大事なんだけど、でも心配自体を重く取られる必要って普通に統計的に科学的に考えてありえないよね、意味ないよねってことがですね分かりましたっていうのが今回の研究なんですよね。ぜひですね胸に刻んでおいてください。心配事は 97% 起きません。はい。